面白いとは何かっていうのを自分で体得していく以外ないもんね。何を吸収して何を見て感動してとか、何を見て怒ったとか、何どうなって嬉しかったとか、そういうようなことが全部総動員になって面白いってものが出来上がるじゃない。感性を磨くってことなんですよね。普通の日常生活の中でもね、感性のある人にとっては ある意味特殊な体験なんですよね。人よりも特別な体験をしなきゃ物は書けないとか、なんかそう言ってる間は何も書けないですよと。いい男前が出てこないと書いてても面白くないんですよね。美男美女に思い入れが強すぎる。女房なんかに言わせると、はい、異常者だっていうわけ。奥様が。ワン、ツー、スリー、まんべん。まんべん、小さなペン先から壮大なドラマを生む漫画家の仕事場に迫るこの番組、ついにシーズン3がスタートです。仕掛け人はこの人、浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた漫画家です。デビューから33年、白い紙から3万枚を超える物語を生み出してきました。毎回毎回マイページ白い紙がここに来るじゃないですか。これ埋められなかったらどうしようとか、全然気に入った絵が入れられなかったらどうしようとか、それって新人の子が白い紙に向かうのも、ベテランが白い紙に向かうのも、なんか基本同じみたいな気がするんですよね。シーズン3最初の漫画家さんも、なんと4万枚以上の原稿を書いてきたベテランです。顔を出さないという条件でついに出演してくれました。池上良一さん、72歳。デビューして55年、第一線で活躍を続けるレジェンドです。最大の魅力は漫画界に衝撃を与えた圧倒的な画力です。徹底されたリアルな描写、陰影を巧みに使って描かれる深みのある人物表現、迫力のアクションと匂い立つ色気、そして権力に媚びない気高い登場人物の生き方に読者は共感し憧れます。デビュー以来コンスタントにヒットを飛ばしてきました。70歳を過ぎた今もそのみずみずしい絵は健在です。今回は秘められてきた執筆の現場に3日間密着することができました。そこで発見したのは、美男美女を描くことへの強烈なこだわり、そして描く人物に託した反骨心でした。
1週間後、撮影された映像を見ながら対談します。手の届かないような絵を描かれる方ですからね。どうやって描いてるんでしょうね。まあ、人が描いてるんですよねみたいな感じですけどね。本当に対談場所は池上さんが新人時代に住んでいた吉祥寺です。こんにちは。どうも、お久しぶりです。なんか僕なんか選んでいただいて光栄です。いやいや、もう出ていただいてありがとうございます。2人が会うのは15年ぶりなんだそう。なんかドキドキしてますよ、こうやってお話できるっていうんでね。いや、もうずっとリスペクトしてますから。あ、そうそう、はい、そんなに言っていただいちゃったらもうこれでもう今日でこれで終わりでいいかな。皆さんが気になっているこの似顔絵、池上さんが描いてくれたんです。素顔は笑顔が素敵な優しいお顔なんですが、テレビに映るのは恥ずかしいんですって。こんなじいさんが帰ってけつかんのかっていう、そう思われるとね、娘はね、今のパパはテレビに出るような顔じゃないよって。そうだね。巨匠なのにチャーミングな池上さん、その執筆の様子がついに明かされます。ここは何年目ぐらいなんですか。27、8年ですかね。なんか書きやすそうな場所。手袋されるようになったのって昔からですか。爪が真っ黒けになるのが嫌なんですよね。以前漫画の書き方かなんかの本に出た時に、もうえらいことになってるんですよ、ペンダゴンところとか。 今どうですか。今はまあわいや、すごい大したことない。これはね、僕塗装屋にいた頃のあのハケダコっていうのもあるんですよ。いやいやいや、塗装屋さんにいた頃のタコなんてもう消えてますよ。そんな残ってないですよ。定点カメラで執筆をなるべく妨げないよう作業を撮影します。池上さんの流儀、まずは女の子の執筆から探ります。 2B の鉛筆で下書きを始めます。左手には定規を持っていますね。早速定規を使うようです。いや、でもデッサンでこの定規で当たりをつけるって、こんなに緻密にやられてるんだ。みんな言われるんですけどね、常に絵の一番基本になる線をまず引っ張ってから描くんですけどね、顔の中心がどこに来るのかっていう、そうすると絵が安定してくるっていうか。55年間描き続けても基本に忠実に描いているんですね。作品は10月から新連載のビギン、その第1話の執筆に立ち会うことができたんです。今書いているのは物語のヒロインレオです。下書きの時点でリアルな絵が生まれてきました。表情にこだわるんですよね、僕の場合。下書きの段階で気に入らないことにはペンには入らない。いや、だけど克明な下書きですよ。もうこの下書きだけで相当ご飯何杯も食べちゃう感じですよ。だからリアルな絵で口頭向けな話ですよね、こんなことあるわけねえだろって、こんな主人公いるわけないじゃんっていうふうになるんだけど、絵をリアルに、演出をリアルにすることによって、ひょっとしたらって思わせるっていうか、それがまあ僕の仕事だなと思ってるんで、
下書きが終了です。もうこれで完成みたいなクオリティですね。続いてペン入れです。いやー、やっぱり目力強いよな。やっぱり表情でやっぱ目ですよね。目が一番その感情を出せるっていうか、あとはあの口ですかね。唇の下の影なんだけど、うん、男の唇でも、うん、あの下の影のつけ方次第で深みのある唇が描けるなっていうか、はい、この唇のところに影がついてるとやっぱり唇がポテッとリアルに持ってこうとすると、うん、そういうところまで描いていかないと。あと僕なんかよく使うんですけど、ここの真ん中がこういう風に波打ってる人、はい、でちょっとそうするとわがままな感じになるとか、うん、微妙な性格がすごい出たりするんですよね。それでやっぱりちょっと一徹な感じするときはやっぱり眉一文字にすると引いた方が、うん、あと眉毛ね、眉毛もね微妙にあのその感情を表現できるんですよね。本当に怖いやつはちょっとハの字になったりしますよね。こうじゃなくてね、逆にね、逆にこうなったやつが一番怖かったりしますね。あと指の描き方とかね、まあ、男性は、まあ、主人公の爪は深爪にしてるんですよ。いい男でも不潔感は出したくないんですよね。指のクローズアップになった時はその男の指もやっぱかっこよくないとダメだろうなと思ってるんですよね。爪の長さまで本当に細部までこだわっているんですね。美しい女性ですね。続いて手に取ったのは筆。水彩用のものを使います。筆使いにもう迷いがないですよね。ちょっとヒヤッとしますよね。もう少しそーっと行かないのかなっていう時にここベタって塗るじゃないですか。おーってなるじゃないですか。自分の頭の中のビジョンをザッて書き込むのがやっぱりまず頭の中のビジュアルありきなんだろうなっていうね。もうあの今までの経験でしょうね。長年培った見事な筆使いです。ペン入れが終了。ちょっとお待たせ。するとアシスタントに指示を出します。これは反転しないで、これ。え、パソコンでひっくり返しちゃいましたよ。これ逆さまにしましたよね。右向きの顔はどうしてもいい顔描けないんですよ。僕もいろいろなぜなんだろうっていうのをいろいろ考察してるんですけど、実は浦沢さんも右向きの顔が苦手なんだそうです。右利きの人は右から左に線を描くのが苦手で、眉毛などを描きにくいのが理由なのではというのが浦沢さんの考え。池上先生はなんでだと思います？いや、やっぱ脳がおかしいんじゃないかね。左向きはね、絶対的に自分で自信があるんですよ。反転しても、うん、崩れないっていうのは自信があるんです。じゃあもう最初からそういうふうに反転するつもりで書いてある？いや、もう僕あの美を追求する輩としては、はい、どうしてもこう徹底したいんで。反転してもデッサンが崩れない、それってすごいことですよね。家のこだわりが詰まったヒロインが完成です。細部までこだわって描かれた目、唇、リアルさを追求してきた巨匠の超絶技巧が詰まった表情が生まれました。続いて描き出したのは
もう一つの最新作アダムとイブ。漫画界の奇才山本秀夫さんとタッグを組んだ意欲作です。その主人公スタイリッシュな美男子の国道スメルを描きます。かっこいい男を描き続けてきた池上さん、その真骨頂がいよいよ見られます。池上先生の心霊祭始まった時に見て思うんですけど、あ、今回の男前はこういうタイプだなっていうのが新しくなってますよね、うん、こだわりは美男美女なんですよ。いい男前が出てこないと変えてても面白くないんですよね。僕は美男美女に思い入れが強すぎる。僕の場合は強すぎるんですよ僕自身は普通だと思ってるんだけど、うん、女房なんかに言わせると、はい、異常者だっていうわけ。奥様が整った彫りの深い顔が生まれていきます。池上さんは細部までこだわり理想の美しさを描こうとしてきました。目、鼻、口、耳、神の創造物としての一番理想的なものを描こうとしてるんですよね。もう理想ばかり描いてるからね。日本人として生まれてよかったなと思ってもらいたいんですよ、ほう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 、読者に。あの、日本人にこんないい男をなりいい女がいて、うん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 、自信を持てるっていうか、こう、うん、僕の漫画読んで、うん、もっと前向きにこう生きれるなっていうか、あの昔あの高倉健さんの映画を見に行って、うん、映画館から出てくるとみんな健さんになってたっていうのあるじゃないですかあれは重要なことかもしれないですね。72歳、今抱く漫画への思いは子供の頃から育まれてきました。1944年福井県生まれ。中学の時から漫画家を夢見ていました。山川宗司の物語とか、ああいうリアルな絵が大好きだったんですよね。それから斉藤孝夫先生の台風五郎とかね、台風五郎ね、スタイリッシュだったの、まあ、憧れたんだと思うんだよね。漫画家に憧れ17歳で一旦デビュー。しかし生計は立たず、看板の絵を描く仕事をしながら地道に漫画を描き続けていました。鬱屈としていた当時、深く共感したのは社会のダークサイドを描いた柘植義治さんの作品でした。どっか社会の不条理みたいなものをテーマにして、うん、ちょっと暗い救いのない話書いてたんだけど、はい、僕の中ではリアリティがすごく感じられて、うん、僕に2つあったのね。あのそのリアリティのあるものと願望っていうかエンターテインメント、そうです、両方好きだったんですね、はい、うん、22歳の時転機が訪れます。池上さんの画力に注目した水木しげるさんからスタッフに誘われたのです。そこでは思わぬ出会いもありました。
3、4人アシスタントがいて、自己紹介の時に柘植義晴ですった時にはもう仰天しましたよ。まさかって感じで、万歳って感じですね。もう神に感謝って感じ。水木しげると柘植義晴、二人の教えを受け、社会派でリアリティのある作風を磨きます。そして小池和夫、狩野哲、武論尊など実力派の原作者とタッグを組み、彼らのエンターテインメント性と融合した時、一気に飛躍します。描いたのは単なる正義の味方ではないダークヒーローでした。時にアウトローに染まりながらも信念を持ち、社会の矛盾や不条理と戦う主人公、その姿が各時代の読者を熱狂させてきました。この世界はもう矛盾にはらんでるじゃないですか、全て両面があるわけでしょ、だからかな、こういう善とか何とか正義とかそういうものに抵抗するキャラクターに僕はシンパシーを感じるのは、だからこういうアウトローの世界になっちゃうんだよね。善とか言った段階で怪しいぞって思っちゃうのね。そうなの、偽善とか欺瞞とかいうのは嫌いだっていう、ね、そういうのが今も変わってないんですよね。閉塞した日本で偽善や欺瞞に対する人々の怒りを代弁してきた池上流のダークヒーロー、人々を引きつけるその美しい姿が描かれました。55年にわたり人々の憧れを書こうとしてきた池上さん、読む人を引きつけるために時代に常に寄り添ってきました。これはもうネットで大騒ぎでしたよね。先生書いてくれませんかって一度書いたら、それがネットでちょっと話題になって、ね、話題になりましたね、ええ、この女の子はガールズ&パンツァー、通称ガルパンのキャラクター。可愛い女の子が戦車で戦う設定でアニメが大ヒット。池上さんはなんとこの作品とコラボしたことがあるんです。池上流の萌えキャラが生まれてきました。びっくりです。キズエビト の、ブロンドのメガネかけた可愛い女の子なんだけど、あの子が登場した時に、あ、池上漫画の中でこういう若い女の子が出てきたっていう。あの時代はね、高橋留美子先生が出てきて、ラブコメが台頭してきたんですよ、いわゆる今でいう萌えが始まったんです。そうです、だから大人の女じゃちょっと読者ついてこねえんじゃないかなっていうことで、そういうあれなんだ、時代の流れに合わせてなんですね。ファッション誌は相当チェックされてるんじゃないですか。はい、何冊か買ったりして参考にするんですよ、リアルな絵を描いてる場合はどうしても対応していかないと古く見えちゃう。手塚先生とか石森先生っていうのはもうファッションはもうスッて描いちゃえばもう足丸いしとか、時代を超越してて、あれが本来の漫画じゃないかなと思いますよ、僕なんかがやってるのってのは時代がちょっと変わるともうすごく古くなったり画風的にね。本当漫画っていうのはそういう今現在の一番ポップなものであるっていうのがまずあるので、今とどう折り合いをつけるのかってすごい皆さん大変だろうなと思うんですよね。リアルな画風にこだわるなら時代に敏感でなければ古びてしまう。
そんな戦いを55年も続けてきた池上さん。72歳になった今も新作を生み出し続けています。新連載ビギン、ここにも池上さんがこだわり続けてきたダークヒーローが登場します。名前は新海、その作画に入ります。数多くのかっこいい男を描いてきた池上さん、今回はどんな男前が生まれるんでしょうか。まず描くのは中付けた男に主人公新海がやり返す激しいシーンです。新たな池上漫画のヒーローが生み出されていきます。激しいシーンで池上さんが描いたのは意外にも涼やかな表情でした。池上さんは主人公の表情で辿ってきた人生までも描こうとします。アクションで相手をぶちかましてもどこかちょっと物悲しげな顔になったりとか、それはシナリオには書いてないわけですよ。原作に書かれてない部分を探し出すのが僕の仕事だと思ってるから、そこら辺をね出したいなと思うんですよ。今まで描いたことのないようなちょっと野生味のあるようなキャラにして、うん、はい、ところが目はちょっと憂いがあって、うん、何か過去にちょっと悲しいことがあったのかなとか、うん、愛していたマナ娘を何かの形でね死なした過去を持ってるとか、はい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 、だから今女の子には優しいとか、うん、そうなんだろうなと思って勝手に想像してこの目を作ってるんですよね、はいはい、それがエピソードとして出てこなくても何かの時に、ね、読者に感じてもらえるような表情を、うん、池上先生の場合1話目からボンって出てきたらこいつ相当なことがあったんだろうなって思うんですよねだからそれだけで原稿こんなにあるように見える。絵の中に主人公の過去も表現しようと丁寧に描いていきます。やっぱり演技としてタバコってすごいやっぱりいいですよ。タバコの吸い方にねすっごいエロチックなものを感じる。あの持ち方で持ち方こうも挟むのとこう持つのと いろんなあれで演技にはとっても重要なその間合いだったりそういうのが作れるんで、感情表現は何も顔だけじゃなくてその男が持ってるライターとか、うん、例えば指の形とか全てが感情表現の道具になるんですよ。戦いのシーンでこのどこか切ない表情かっこいいですね。絵にね色かっていうかそう色気がなくなったらもうダメだなと思ってるんで、うん、色っぽいですよね。僕は男の肉体が好きなんですよ。京都府警をちょっと取材させてもらったことがある、はい、そこで若い警察官が車洗ってるんですけど、うん、T シャツをこうまくり上げるんですよ、はいはいはい、この三角筋にツプツプツプとこう汗がこう吹き出してるわけ、うん、すっごいなんか色気を感じたんですよね、はいはい、それからそのあとハロードっていう三国志をやることになるんですけど、はい、ユニフォームとか服のデザインを全部の上腕を出すデザインにしちゃってるんだよね、うん、そっから来てるんですか、はい、ああ京都の警察のその人たちを、ええ、その筋肉をそうですあだからいい話だな。特に三角筋が好きですね。三角筋はでもそうですね、はい
うん、三角筋はそれとこの男のこの残虚筋って言ってね、うん、こうのこぎり状のこのあばらにつく筋肉とか、はいはい、全部が色気につながるんですよ。この背中のこの脇の背中のところにできるこうグッていうくぼみもいいですね。あ、みんないいですね。やっぱ神が作った生き物ですからね、はい、鍛え上げればもう本当に素晴らしい形になるんですよね、うん、肉体っていうのは、うん、でもそれがね、その筋肉がこの憂いのある目の持ち主がつけてる筋肉だからかっこいいんですよ。あ、そうかもね、うん、あれがまっすぐでこうギラギラギーンとしてるとあれだけど、こんなに切ない目してるのに筋肉すごいなっていうのがね、いいですよね。池上さん、解剖学を学び筋肉の研究もしているそう。本当にこだわっているんですね。仕上げ作業、ペンと筆を両手に持ちました。これダメになっちゃった。僕今までふって吹いてたんですよ。吹いてたんですか。はい、これでこんななるんですね。あの大事故が起きるんですよ、吹くと。ああ、上からバーッてあるんですか。フッてやるとバーッてなって、だからあの、うん、そのエリアにこうマスキングしてそこにフッてやるんですけど、うん、思ったとこ行かなかったりとか。これこんな風にやるんですね、初めて知った。血の表現にもこだわり、激しい復讐のシーンが生まれました。そしてクライマックスの作画に入ります。1ページを丸ごと使い、決め台詞を言う主人公の正面画を描きます。新連載の初回、読者に主人公の人物像とその魅力を最大限に伝えたい。気合の入る絵です。ガイドの線を引き、迫力と安定感を両立させる構造を探します。いよいよ表情の執筆。目が入りました。右目を修正します。どこか本人自体もこうちょっとこう照れながら言ってるっていうようなあの表情が欲しいなと思って、今度は全部消しちゃいました。人物像が伝わる表情を生み出そうとします。
細かい修正を加えます。ようやく納得いく目が描けたようです。比べるとちょっと憂いのある目になりましたね。池上先生の描く目がね、はい、そのそういうあの偽善感がないんでしょうね、きっとね。なんて言うんだろう、憂いというか切ない感じとかね、まっすぐじゃないですよね。あ、もうそれ言っていただけると本当ありがたいですね、嬉しいですねそういう目を描けるまでがね、何回もやるに描き直すんですよ、うん、どこかこう、うん、屈折感とか、はい、あと何か心の奥で茶化してるとかね、うん、なんかそういうような共感みたいなものをこう目に出したいなっていうのがありますね。描き続けること1時間、ようやく下描きができました。ペン入れです。実は池上さん、目だけは違うペンを使っていたんです。他は G ペンになるんですけど、目だけはカムラペン使う。え、それはなんかやっぱ男同士の話なんで、はい、ガサスの線になってもいいんだけど、目だけはカムラペン使って。あ、カムラペンの方が繊細な線、硬いんですよ結局。あ、そうですね、強弱がつかなくて。そうですね、はい、はい、人物の過去や心の虚無感、複雑な感情を目に宿そうとします。Gペンで他の細部を描いていきます。デビューから55年、途切れることなくいつも丁寧に繊細に描いてきました。若い頃から描きたかったリアルでかっこいい主人公、その表現のため研鑽を続け、そして時代と向き合い続けてきました。自分の信念を貫き、偽善や不条理を打ち破る男、誰もが憧れるそんな主人公を生み出したいという熱い思いは燃え尽きることがありません。違えば時代の迷子になってしまうような古い人間かもしれないけれども、なんか自分にこうもう忠実に生きたっていうか、そういう男の生き方が結構僕は好きですね。でもそれはちょっと見方変えると、終わりゆく時代の人たちですよね。そうですね。でもなんかきっと
池上さんの描くキャラクターは出てくる人たちがそれがもう自分たちが終わりゆくって分かっているからああいう目なのかもしれないですよね。そうかもね。少し悲しみがね、うん、無意識に出ちゃうのかもね僕の中で、うん、なんとなく俺は正しいって全肯定してないんですよね目がね、うんうん、そういうところなんだな、やっぱりこのかっこよさはな。池上さんの絵の魅力であるメリハリのある陰影が描かれます。このページに取り組むこと3時間、ついに完成です。日本人が憧れてしまうような美しくたくましい姿。しかし単純な正義のヒーローではない屈折を抱えた表情。池上さんの思いがこもった新たなヒーローが誕生しました。ふざけることに真面目なあの人は上手に切り抜けるの。絵を志してる人とかは必ずすげえなって思うと思うんですよ。それだけでも本当ありがたい映像ですよね最近の若い作家さんっていうのは割と等身大の主人公が多いじゃないですか、はい、僕なんかがもう古いなと思われるような気もするけども、まあ、僕はもう願望しか書けないから、うん、これを続けていくしかないんですよね。本当大事なことだと思うんですよ。憧れを書くっていうのはね、うん、よっ待ってましたっていうこの声がかかるですね。漫画としての役割としてはすごく大きいんじゃないかな。笑いながら泣いている。浦沢直樹のまん